おしゃれで、ちょっとね武骨な感じなんですよデザイン。重心の高さが気になる瞬間はないんじゃないですかね。これぐらいパワーあったら必要十分な感じですね。車の話坂戸店のコーナーです。始まりました。拍手が一人で寂しいです。どうも山永でございます。本日はですね、ジムニーご紹介をしていきたいと思います。アヘッドでもジムニー売っております。はい、スポーツカーねメインのお店だとね結構思われがちなんですけれども、まあ、こういったねジムニーとかデリカとか、まあ、そういったねどこでも走れちゃうよみたいなオフロード向けのね車も販売をさせていただいているわけなんですけれども、まあ、今回はね令和3年式のジムニーを持ってきました。今話題のジムニーで、そして色はジャングルグリーンでございます。某アイドルのあのお方がですねシエラの方ですけれども、まあ、ご購入なさったということと、あとですねうちのディレクターがどうしても欲しいということでしたので、本日ですね今日ディレクター目の前に今撮影しておりますので、ぜひディレクターに買っていただきたいと思っております。まあねそんなジムニーなんですけれども、まだね1万キロ台と低走行でございます。はい、ワンオーナーのお車で、まあ正直ねフルノーマルです。はい、4代目のジムニー64型でございます。なんかねスタイリング見ると四角いですね。なんかうちの車の中でも一番四角いんじゃないかっていうぐらい、もうカクカクっとしたねデザインが特徴かなと思いますけれども、はい、結構ねホイールも大きくてなんか K っぽく見えないんですよね、なんかジムニーって。はい、まあ、なので、まあ、23型っていうのがねもともと前方がすごく長くね続いたモデルでしたけれども、まあ、64型になって、はい、まあ、一番はねやっぱりこう新しくなったんで安全装備面がねすごくしっかりしたなっていうような印象を持ってます。まあねこういうレーダークルーズがねついてたりとかっていうところとか、あとはねやっぱりこうサイドエアバッグもついてますし、まああとはねやっぱりこうレーン逸脱のね警報とか、まあ、あとねもちろんクルーズコントロールもついてますし、コーナーセンサーもついてるし、まあ、この車はねバックカメラもついてますから、非常にね快適におしゃれに乗ることができるかなというふうに思っております。まあ、あとねこの内装の周りもそうですけど、このねセンターパネルのあたり、ここもね非常になんかこうおしゃれで、ちょっとね武骨な感じなんですよデザインで言えば。ちょっとねこう思いっきり出っ張らせたりとか、この辺のねスイッチ類もこうなんかこの内装の感じもなんかこう 3D 感もあるし、なんだろうちょっとね武骨な感じでね、今のディレクターの言葉を借りるならば G ショックっぽいなっていう感じがします。はい、ただこのねアナログのねメーターがドーンって大きくあるのもねいいですね。視認性も非常にいいですし、何が見れるんだろう、走行時間、燃費系、航続距離などなど、まあ、時間も見れますね。はい、でまだ距離が 19,500km ということで、非常にね距離の少ないお車になってますね。はい、まあ、あとはねこの車、グレードがね XC なんですけれども、シートヒーターが運転席も助手席もついてます。はい、なのでこのボタンをポチッと押せば暖かくなります。はい、まあ、あとはね意外とこの窓のね開け閉めもここにあるかなと思ったんですけど、こっちなんですね、この真ん中ですね。さっきうちのディレクターが1分ぐらい探してましたけれども、でもこうやっぱりねこっちじゃなくて左手で操作できるっていうのも個人的には楽かなと。でこっちでステアリング握っててこっちっていう風にできるかなという風に個人的には思いますけれども、まあ、あとねもちろんバックカメラもついてます。積載性ってどうなんですかね。はい、横開きでございます。ああ。後部座席を立てると正直積載量はかなり少なそうな感じがしますね。うん、まあ、ちょっとした旅行ぐらいならなんとか荷物は乗るんじゃないかなとは思います。はい、結構このなんだろう質感みたいなところもねこう意識してますよね。このなんだろうこの模様っていうんですか、はい、なんか鉄板とかでよくありますよねこういう模様。はい、というわけで車は乗ってなんぼでございます。早速試乗に行ってみたいと思います。さあそれではジムニーの試乗に行きたいと思います。実はですね人生初ジムニーの運転でございます。おお。あ、なんか静かなんですね今時の軽って。
エンジン音がかなり室内に入ってこないんでかなり静かです。へえ、意外。まあ3気筒なんでね、ちょっとアイドリングで止まってる時は振動もなんかちょっと若干大きいような気がしますけれども、でもなんだろう、全然いいです。普通に車高が高いんで本当にね、なんだろう、周りが見やすい、本当に見やすいですね。なんだろう、意外と重心がもっと高くて動くのかなって思ったんですけど、全然そんなことないですね。確かに動いてはいると思うんですけど、多分街乗りの速度で走ってる分には何にもこう重心の高さが気になる瞬間はないんじゃないですかね。もうなんだろう、ステアリングのね入力に対しても車がねゆっくり反応してくれるのですごくね疲れないと思います。まあ、本当はね街乗りじゃなくてザ・アクロみたいなところでね乗ってみたいところありますけれども、坂戸の周辺にあるんですかね、行けるなら行ってみたいですよね。正直これぐらいパワーあったら必要十分な感じですね、加速感も、うん、いい加速をしてくれてます。まあ、これ K ですけど4速オートマなんで、まあ、高速とかね多少80キロぐらい乗るようなバイパスでもたまにあると思うんですけど、そういう道路に行っても全然ギア比的にも多分困るような感じにはならなそうですね。なんかこの車をベースにしてなんかねいろいろカスタマイズしてねいろんなところにね遊び行くにももってこいでしょうし、まずはねやっぱりこう見た目がねおしゃれだと思うんですよ。やっぱり前方のジムニーまでって結構ねなんかもっと武骨っていうかちょっと男臭いようなねデザインだったと思うんですけど、この方はなんかこう女性にもねなんかこう好みのデザインになってるっていうか、ちょっと可愛らしいところもありますよね。はい、ということでジムニー乗ってきました。ねなんだろう、街乗りだけじゃわからない魅力が絶対いっぱいあるなと思ってしまいました。でもなんかね普段乗る分には意外とねそのステアリングをこう切った時に対しての反応がねすごくゆっくりで、なんだろう、疲れにくいなっていう風に思いました。まああとはねやっぱりこう着座位置も高いですし乗りやすい、あとねシートがね個人的にはすごく良かったです。はい、なんでね本当におしゃれに乗れるしどんなところでも行けるっていうね、ジムニーらしさをぜひ味わえると思いますので、ぜひねノーマルで乗るもよし、ノーマルで買っていじるもよし、そんなお車でございます。令和3年式の今1万9000キロですね。こちらのお車支払い総額209万円でご案内中です。ぜひお問い合わせの方お待ちしております。中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか。はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは井上さんどんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当に一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスと、ブレス、あ、ブレスさんですね。はい、板、ね、はい、金塗装、そして e スポーツスタジオでもおなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。
募集しています。ぜひトータルチューニングから、まあ、塗装板金も含めて全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。